ははいどうも皆さんこんこにちはあのネットフリックスであの極悪女王を見たんですあのさまあ結構その、まあ、僕すごいラジオを聴くわけですけどなんかその深夜ラジオね特に。 深夜ラジオを基本的にはずっと聴いて、毎週聴く番組が7つぐらいあるのかな。で、なんかやっぱ、その、これは面白いぞっていうコンテンツは、そのうちの複数のラジオがこうさ、パーソナリティがこれ見たんだけどっていう話をしたやつはやっぱ、いや、面白いんだろうなみたいなので、僕はそこにアンテナ貼ってて、で,で、見るようにしてて、 で、極悪女王は結構まあ、ほとんどの方が触れてて <laughs>、で、えっ、ー、とまあ特にそのキタ、ま、スポーツさんが、あのー、ね、東京ポッド局各局のね、ね、あのー、というラジオに出てるんだけど、で、そのキタ、ま、スポーツさんの YouTube チャンネルで結構熱量を持って語ってて、これは見なきゃな、みたいな。<laughs> で、まあ見ましたよ。 で、五、五、五話か。で、一気見して。で、僕ね、あのね、なんだろうな、あのね、まず僕、ユリハンレトリーバーさん、うん、なんかあんま、ハマったことが一度もないというか、いやもう、才能の塊だと思いますよ、もう。なんなもう天才っていうか、なんだろう。すごいもう、うんすごい、頭もいいだろうし、 芸達者だろうしなんかもう引き出しいっぱいあるだろうしとかあるんですけど僕なんかねあんまなんかねえー、っとねそのネタといい平場といいそこまで僕なんか笑ったことないんですよでその僕が笑ったことないのとその才能があるないっていうのは全然違う話だから僕だからさんまさんでもあんま笑ったことないんだけどさんまさん天才じゃないですか。 で僕,じゃあ僕がじゃあ笑った人が才能あるかって言ったらなんか別に <laughs> 別にって言うと、まあ、テレビ出てる人全員天才ですけどなんか自分が笑うかどうかとその人の才能があるかどうかっていうのはもう一番なな、えっと、それは違うんだっていうのを一番如実に表してるのはユリアン・レトリーバーさんなんじゃないかと思うぐらいなんか僕の何かには何も引っかかったことがない芸人さんで,で別に嫌いとかでもないのよ。 なんか、わかんない。なんか、なんかあの方向性っていうのがあんま僕ピンときてないっていうのがあるんだよね。なんかうまく言えないけど、うまく言えないんだよな、これ。なんかちょっとわかんないんだけど。そうそうそう。そうなぜか、もうほ、ほ、うん。だからヨリアン・レプトリーバーさんが笑える人生の方が豊かなのは間違いないし、さんまさん笑える人生の方が豊かなんでしょうけど、僕は申し訳ないか、そんな感じ。で、 でその合力あやめさん唐田恵梨香さんその3人でその <laughs> 昭和のその前女っていう,う何あのー、団体の黎明期っていうのかななんか僕も全然知らんかったけどその ジャッキー佐藤さんっていうスターがいてその人を引退した後にクラッシュガギャルズっていう何だっけそのライオネス、えー、飛鳥さんとえー、っとねもう一人のその長崎出身のレスラーがいて、えー、でそれに対する軸として。 その悪役というかヒールとして出てきたのが、えっ、ー、と、ダンプ松本さんだよと。ね。で、なんだろうな、なんか、いや、お、面白かったと思いますよ。その5話見てね。で、特に僕が一番面白かったのは、その、やっぱ、ジョーカー好きだから、僕。<laughs> なんかその、 そう,そう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 。その結局なんかあれはジョーカーとして僕は見たんだよね。なんかその、そのヒールターンする時のその闇落ちする瞬間とかって結構続々続ってくるんですけど、あれがやっぱそのジョーカー感がすごく良かった。 かかななっていうぐらいでわかんないでん僕はもっと昭和プロレスに詳しかったらもっともっと興奮したと思うのかもしれないし有田哲平さんとかだったらもうあんなもう類戦崩壊だと思うんですよ、うん、僕はなんかあまりにもこう知識がないのとで楽しめなかったんだよねでも絶対面白いんだよねなんかみたいなコンテンツってあるよね <laughs> でその すごい、一番すごいと思ったのは、だから、本当プロレスの写真とかでさ、体作りからやってるらしくてさ、3年前ぐらいから準備したっつかな。だから、あの、サンクチュアリもそうなんですけど、ネットフリーのね。もう、作り込みが違うっていうか、その、なんていうの、あの、一朝一夕にできることじゃないと思うんですよ。あいうジャイアントスイングとか、何その、ボディースラムとか。 かロープから飛ぶとかそういうねそのパワーボムとかあ,あんなんとかってさ何ていうのそのやっぱねな,なんか年単位かけて体を作ってで3人ともやってるらしいんですよねなんかそれの凄さっていうかその感動はあったんだよねだけど僕はまあそんな感じだったまあでも面白かったなって思って。 でじゃあ,あそのネットフリーで僕なんか一番面白が楽しんだコンテンツなんだろうなみたいな思った時にやっぱねあのー、地面たたちかったな今年ね結局結構地面師たちの季節が夏にあって一気に極悪女王になってみたいななんかすごい盛り上がり方しててネットフリーがで僕はもう地面師たちは夢中で見てめちゃくちゃ面白かったんだよね。 で、なんだろ、う、地面師たちの方が、やはり、えー、なんだろうな、なんかそう、そうだね、そのドラマ剣っていうのかな、なんかすごい、僕はあの、ケイパーものっていうか、犯罪もの好きだっていうのとか、あと、まあなんか、その僕、 なんだろうやっぱあの、おじさんの顔演劇好きなんですよね。ピエエル瀧さんとか、豊川悦司さんとかの、やっぱ僕、その、アウトレージ大好き人間としたらさ、やっぱあれは痺れるなとか、面白かったな。で、えっと、他で言うと、 やっぱね、サンクチュアリーはもう絶対、だから、そのネットフリー入ってたら絶対これ見ないと損だよで言うと、まあもうほんとサンクチュアリー。だからサンクチュアリーのためだけでもネットフリー入る価値あるぐらいで、で、地面師たちじゃないですか。で、極悪情報でね、これ見た方がいいじゃないですか。で、あとはね、浅草キットのため僕、もともとネットフリーは1ヶ月無料で入ったのがい最初だったんで、浅草キットでしょで、あと何万、誰も、 あんま多くの人は言ってないかもしれないけど、僕ね、プルートを絶対見た方がいいと思うんですよ。あの、アニメーションなんだけど、あのー、浦沢直樹の、 なんていうの手塚治虫原作、浦沢直樹の、なんつうかな、回、新解釈みたいな形の、その、地上最大のロボットっていうね、手塚治虫の、手塚治虫のがあって、それを、その、浦沢直樹が、7巻か8巻分ぐらいの漫画にしたやつのアニメーション版で、まあ、アニメーションにする意味がめちゃくちゃあったと思うし、あれは絶対見た方がいいな。僕はだから、五上よりはプルー だだったんだよねね僕はねでねえっとねあとね映画でこれは今年入ってネットフレで見た方が良かったのはあれだよあのミッシング良かったあのー、まああの石原さとみさんなんですけど主演がであのさ 吉田圭介監督っていうね、僕すごいこの監督好きで、もあのね、ヒメアノールっていうかなり古い作品、<laughs> 森田剛さんが主演されてる、それがまあすごい良かったんですよ。で、その後結構面白いなっていう映画を結構見ると、吉田圭介作品多いことに気づいていくんですよ。最近だと、ここでも紹介したことがあるというか、この放送でも言ったことがある、神は見返りを求めるっていう映画とか、 あと、古田新太さんと、えっと、うん、と松、ま、せいちさん、あの、名前忘れちったな。そうそうそう。あの、古田新太さ,さ,さんが主演されている、えっと、空白っていうですね、映画。これもめちゃくちゃいいし、 あとね,あとねまだあったんだよなとにかくね僕そのすごくこの吉田圭介作品に惹かれるものがあってで吉田圭介さんの最新作あそうだそうだあれああのあれは違うわ。 はい、そう,そうそうそう。で、吉田圭介作品の最新作がこのミッシングで、で、石原さとみさん主演されてて、なんか結構方々で褒められてて、で、なんか気にはなってて、ああ、なんかネットフリ入ったと思って見て、あれはすげえ作品だったですよ。あの、なんだろ。 あんなんもう見る価値あるっていうか、ただもうめちゃくちゃ辛いですよ。その結構ね、あの吉田圭介作品っていうのはですね、もう本当にむもう胸をえぐってきますので、相当きついんですけど、でも見た方がいいっていうか、なんかね、めちゃくちゃ良かったななんだろう。うん。ひたすら辛いんだけども、なんていうんだろう。なんか僕は、すごく、そう、空白といい、 ミッシングといい。なんか人間、人間ってこうだよな、みたいなのって。やっぱ文学に近いんだろうな。なんかそういう方画がやっぱり好きで。そう、ミッシングはおすすめです。で、じゃあ一方、ね アマプラで最近で言うと僕、これ、これはね、ほんと去年のベスト10に入ってんすけど、タイジっていう映画があるんです。で、これがずっと課金すれば見れるよっていう状態が今無料で、アマプラに入ってる人は無料で見れるようになったんですよ。タイジっていう映画。これはほんと入ってる人だったら見た方がいいと思う。で、僕なんか今まで見た最高のキリスト教映画だと思ってんすよね。なんかいろいろあるじゃん。なんかその。 ファッションとかさあとんかそういう何それ結構こう不教を目的とした映画みたいなのもあるしさでまああの沈黙とかもありますけどねサイレンスでも僕胎児最高だと思っててそのあれほどキリスト教の神髄を描いた映画ってないんじゃないかなぐらい思ってんのでそれ今アマプラで無料で見れるんでマジでねおすすめなの。 でどういううい話かっていうとその銃乱射事件の話なんですよで銃乱射事件の,その加害者の青年というか少年というかはその、ね、マスマーダーその大量殺人した後に学校で自,分自殺したというか自分をもう撃ち抜いたんじゃなかったなでその後に加害者の両親はその町にはもう住めなくなっちゃうわけもう家の門に落書きされたりとかして。 で、引っ越すじゃない。で、そこで死んだ方のっていうか、息子が、その、撃たれた人の中の一人だっていう、えー、人の両親がいて、その両親もその町から引っ越してんですよ。で、なぜなら、その、学校の前を通るたびに、PTSD みたいなのが発症しちゃったりとか、あとは、その、兄弟とかもいるから、もう、もう、もうね、兄弟、その、弟を守るためじゃないけど、ね、 両方とも今その町にはいないんですよ。で、この二組の夫婦というのか、四人が、ある聖公会の教会の一室で、退治するんですよ、まさに。で、もうほとんどカットなし。で、もう長回しで、で、役者さん4人、もうその役者さんがもうほんとすごいんですけど、この4人が、 とにかくその事件について話し合うんですね。で、そうした時に、なんかもう最後、なんで、ネタバレも何もっていうか、なんか、うわ、そ、そ、その、許しだと思うんですよ。僕、その、キリスト教の真髄って。それが、なんかもう究極的な形で双方に突きつけられるわけですよ。で、そうした時に、 最後の最後に、そのさんね、へ上手じゃない賛美歌と、センスがあまり良くない、なんつうの、その、神の言葉の刺繍が映るんだけど、それが、なんつうのかな、もう、ああ、イエスはちゃんと見ていたんだ、みたいな。あの映画ほんとすごいいいです。はい。で、もう一個は、 まあもちろんいっぱいあるよ。まだまだいっぱいそのネット売りにしてもアマプラ。なんかこれ今日話したやつだけだと思わないでほしいんですけど、僕はなんか今年入ってこれはって思ったやつをちょっとピックアップしてるんですけど、それで言うと、アンのことっていうですね、映画があるの。で、これはアマプラなんですよ。で、これは相当新しい映画で、で、えっと、これがね、監督忘れったなー。ごめん、えっとね、 の,ことの監督がそ言ってたわえー、っとあの河合ゆ美みさんっていう人がえー、っと主演してるんですねちょっと待ってねあんのことえー、っとねはい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 、はい、えー、っとね佐藤二朗さんが出ておりそして河合ゆ美みさんが主演していて で、監督が入江優さんっていう人だな。うん、で、あのー、アンのこと、だから入江優さんはね、確かね、確か「探す」っていう別な映画も佐藤二郎さん主演かなんかがあって、間違ってたらごめんね。だけど、なんかね、そのこの監督も僕好きな監督で、で、このアンのことって、 ってのののが、あれなのよ、その2020年にコロナの緊急事態宣言中に朝日新聞の片隅にある一人の少女の死亡事例っていうかが紹介されるんです。でそれは仮名で花さんってかか花さんかっこ仮名 えー、当時20歳か21歳とかなんだよ。は、これこれこうでこうでこうでこうだったんだけど、今自殺して死んじゃいましたっていうちっちゃい記事。で、それが何かっていうと、この子は12歳の頃から機能不全家族でね、育って、そのお、お母さんがま、とにかくこう、男に体を売ることでね、生活してるというか。で、その DV もひ,ひどいみたいな。で、その12歳から体を売らされるわけですよ、この。 えっと、あアンね映画英語、映画の中の名前はアン。で、新聞記事は花。で、この12歳から体を売,り売らされるんだよね。で、全部その、金は母親に奉納するっていうか。で、母親はもうアルコール依存だし、もしかしたら薬物もやってるかもしれない、男を連れ込みまくるみたいな。で、お客さんに覚醒剤勧められて、覚醒剤にも中毒になっちゃって。で、学校には全然行ってないから、漢字の読み書きもできなくて。 みたいなこのンちゃんがその補導されたこととある警察官と出会ったことでちょっと構成していくんですよ。で夜間学校に通って漢字の読み書きを覚えたりとかで夢だったその,なんていうの介護の仕事をその非正規雇用とはいえあのねそのねそ手に入れたりとかそしてまた DV の何よりもねお母さんと別れることができたんですよね。シェルターに入って DV 被害者の で、なんかいろいろこう、トントン拍子に行ってるようなところでコロナ禍が来ます。で、そうしたらその事業所がちょっと解雇しなきゃいけないとかなってくるわけ。ね、非正規の人は。で、それがまた、こう、ま、いろんなことが重なって、最後悲劇が起きるんだが、 なんかね、もう希望なんて一切ないんですよ、この映画って。だけど、なんか、なんつうのかな、なんかこの社会の片隅でこういう人って必ずいて、で、その、それって本人が悪いわけじゃないんだよ。やっぱ社会が、やっぱ、なんていうのかな、もっと良い社会ってあっていいはずなんだよ。 で、ワレス・メンデルソンっていう人が、その、どんな社会でも上、ね、上の方の人には相当いいものが与えられるんだけど、その社会の本当の価値っていうのは、最も下にいる人たちがどう扱われているかで測られるっていう言葉があるんだけど、なんかこの案のことっていうのを映画を見るときに、いや、今の日本社会って、 まあ先進国とは一応言ってるけど、こういう人を生む社会とは何なんだろうみたいなことを、それはその国の政策だけじゃないし、福祉だけじゃないし、警察だけじゃないし、NPO だけじゃないし、家庭だけじゃないしで、全部ひっくるめての話なんだよね。なんかそういうことをしっかり胸に受け止めて、 祈りともつかない埋めきみたいなものを僕らが内面化することこそ本当のキリスト者のなんかこう苦しみっていうのかな苦しむべき苦しみというかそれを祈りと呼んでもいいと思うんですけどなんか大事なことじゃないかなとかって思ったなんかあの有料マガジンにもね記事にしましたけどねなぜ僕たちは映画を見るのかというタイトルでまあそんなことですかね はい。えー、っと、今日の聖書研究のタイトルは、旅人はゼロで死ぬというタイトルです。えー、編幣39編6節誠に人は幻のように歩き回り、誠に虚しく立ち騒ぎます。人は蓄えるが誰のものにも、えー、ごめんなさい。人は蓄えるが誰のものになるのかを知りません。 これね、僕、この、その紙編のね、デボーションしていったのが、2021年4月4日のデボーションなんですけど、この時僕、その、以前、一人ビブリオバトルでも紹介したことがある、ダイウィズゼロっていうですね、本を読んでたんです。 で、まあ、その本で強調されてたのが、ほとんどの人が資産を生きている間に使うことなく、しかも資産のほとんどを生きている間に使うことなく死んでいくっていうことが書かれてたんです。で、なんか著者は確かフィナンシャルプランナーとかなんだよね、確かね。で、なんか、だから、やっぱその、ね、なんか死ぬ前の日に預金額が最高になるとかって、なんか馬鹿げてると、その人によると。 で、えー、もちろんいろんな考え方があっていいんだよ。あっていいんだけど、すごく僕はこの本を読んで説得されたんですよ。で、生きている間に誰かにあげたり寄付したりすることも含め、すべて使い切る運用をしましょうよと、この人は著者の人は言ってて、ダイビーズゼロでね。で、なんかそういう、その、貯めて貯めて貯めて使わずに死ぬ人って、なんか、 よくあるのが、80歳になっても、老後が心配だっつって貯めてるらしいんですよね <laughs>。でも、この人って、まあ、その37編の12節にね、人は起流者であり旅人だって書いてあるんだよ。紙編の37編。で、えー、でもその事実を多分忘れてるんですよ。多分この人って。で、この旅が終われば、この世の通貨って意味をなさない場所に行くわけじゃないですか。 だからそれをやっぱ忘れちゃいけないと。で、だとしたら旅の間にお金を有効に活用することをちゃんと考えておいた方がよくて。ダイビズゼロの著者は現実主義、現世主義的な観点から主張してたんですね、それをね。つまり人生を最大化するというか、人生の幸せの最大化こそが人生だとすると、その死ぬ前の日に預金額が最高になる人って <laughs>、なんだろ、すごい実は、 あのー、ものすごいお金の使い方が下手、あるいはお金の使い方について考えない怠け者だとすら言っていて、で、それはでも建設主義的なんだけど、そのダビデがここで言ってるのは、結局蓄えても誰のものになるのか知らないって書いてる。これがダビデの意見なんだけど、ダビデはもっと超越的な視点から主張してるわけ。で、ダビデもまたゼロで死んだと思うんですよ。だけど、 ダビデってさ、実は資産を残してるじゃない。で、これは有名な話っていうかさ、あの、列王記で記代史読めばわかるんだけど、ダビデってソロモンにその資材を生前にしっかり残してるんですよね。で、彼はさ、その神殿、主のために神殿を作るっていうか、主の宮を建てたいっていうのが彼のね、その、見果ての夢だった。え、だけど神様にダビデは言え言われるんですよ。あなたは戦士、戦ってきた人間だから、血、ね、手が血で汚れてると。 だからあなたが建てるのではなくてあなたの息子が私の神殿を建てるだろうということを神様から言われるわけだよねで,であるならばせめてその息子が建てれるようにっていう形でういろんなその宝石だとかヒノキだとかまあお金もそうでしょうだからソロモンがその建築費用を十分賄えるだけのものを残してそして死んだわけですよだからその そういうふうに、てうか、残すということも含めて使うっていう意味ってあるじゃないダビデはそういうふうに使ったわけだよね、ッコつき。だから僕自身も別に資産なんてね、ないですよ、正直。<laughs> 運用するだけの資産がないですよ、僕には。だけど、でも、その、永遠の視点を持って、死後のことも考えて、まあ、その、本当に少ないかもしれないけど、預けられたお金や資産っていうものを賢く投資し、 寄付し贈与し活用するこれをやっぱやれる人になっていきたいなっていう風には思ってるますねだからなんかお金ってなんか使うのってさ使う練習しとかないとちゃんと上手に使えないから割とまあ僕はずっと意識この10年ぐらい意識してるのはえっと浪費と消費と投資って分けててお金の使い方なるべく投資っていう部分が大きくなるようにしてるっていうのはあって。 だから消費の部分は節約した方がいいし、浪費なんてしない方がいい。えー、とだけどあの、投資って何かというと、それはその i s a を買うとかそういうことじゃなくて、その子供の将来のためも投資でしょう。であるいは、家族で旅行に行く、これも投資だと思うし、そしてそのバンダ,ーベルダンベル、バーベルを揃える、これも投資だろうし、パソコンを買う。 投投投資資資ででですすよよねね本をを買う投資ですよ、ね、映画を見る投資ですよ、ね、だから何かしらその自分の中の何て言うかなこう自分という畑の肥やしになるような、えー、っとお金の使い方は僕は投資だと思ってるんですよね。なんかそういう基準を持つことで上手にそのね所詮借り物の、ね、僕のものなんて一つもなくてただ地上にいる間任されてるだけのものなんだからそれを。 やっぱ土に埋める、ああいうね、タラントを埋めた人じゃなくて、あなたちゃんと使ったねって言っていただきたい。で、それをやっぱり僕はそのダビでのこの態度から学べるんじゃないかなと、まあそんなことを思いました。ということで、旅人はゼロで死ぬというタイトルでお送りしました。最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。